ガクトのゲーム、ガーメセンタル。さあ、兄さん、鉄拳です。やばいね。はい。これはやったことは、ありますか？あるかも。あった気がする。あった気がする。でもこのキャラクターとかは知ってますか？もう知ってるよ。あのね、チュンリー。兄さん、それスト2の方です。この前やったやつです。スト2。あれ？これ鉄拳、鉄拳です。あれ鉄拳はアーケードでもやっぱり今でも人気ですかね。アーケードで、はい。やった記憶あるもん。回した記憶あるもんな。相当人気ですよ。知ってます？失礼しました。やってみようか。じゃあ、はい、アーケードモード。アーケードモードで、これにしようか。吉光、ニーナ、ロー、カズヤ。カズヤが一応主人公ですね。名前がやだ。名前がやだ。ロー。さあ、パンチはですね、四角、上四角と三角が右パンチ、左パンチ、丸とバツが右キック、左キックと、とてもシンプルですね。あとはしゃがみながらとか、あ、そういうコンボですね。そう、あれ、なるほど。右、右、左、右、左で、操作方法、ローはですね、うまいね、やりますね。やりますね。あ、前を押したまま三角、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 ドラゴンナックルフォーム。なるほどね。それもできるし、丸バツ丸もできますね。丸バツ丸バツ丸、丸バツ丸でスピンキックコンボ。あれ、後ろでガード。おー、いいですね、いいですね。前3回チョンチョンチョンバツでドラゴンスラッシュっていうの。チョンチョンチョンバツ、チョンチョンチョンバツ、やりますか。まずは操作方法。チョンチョン、おー、これね。そうですね。あとは下方向入力後にバツ。あー、そう、ドラゴンロー回してるね。あとドラゴンに相手の近くで前チョンチョンで丸とバツ同時押し、ドラゴンに。あ、それですね。接近戦が。このローはジャブが速いんで、大体打った時に勝てますね。おお、何が速い？パン、ジャブが速いんで、パンチが。大体一番最初の打ち出しで、こいつが勝ちますね。もうかなりこれやり込んだんで、昔。お前、友達いなかったんだね。いましたよ。いましたよ、友達。あっという間にクリしたでしょ。これも、速攻全クリしちゃうような気がしてきたんですけど。いや、だって、あれでしょ、基本、実践に近いんでしょ、これは。必殺技だと思う。嫌な予感。カズヤでしょ、兄さんのあれな。あれってなんだよ。お前のそういうね、言葉を濁す言い方が大っ嫌いなんだよ。何がストツーと違って実戦に近いんですかね。やっぱり肉弾戦ってところですかね。
いや、単純に、はい、そのコンボをわざわざ出さないとできないっていうんじゃなくて、はい、その右の蹴りとか左の蹴りとかっていうその、はい、ボタンによる操作のレベルなんじゃないかな。やばいやばいやばい、はい、この、はい、組み技と投げ技を知ってくんない？組み技と投げ技、はい、いか兄さん、僕と練習っていうのはどうですか？大丈夫ストーツの時もこれあった速攻断られるっていうのガメセンタルはここまで。知れば得する情報がここに。番組の公式サイトは上のバナーをクリックしたら行けます。チャンネル登録をしてない人は真ん中のバナーをクリック、今すぐ登録。スマホで見てる人は動画の下から今すぐチャンネル登録をしてください。このゲームやってほしいとかそういうのあったらたくさんコメント書き込んでください。チェックします。それじゃあまた明日。